はい、こんばんは。クジラガレージ、クジラです。今日はね、ちょっといい天気なんで、ちょっとまた、カブスの兄貴のところに遊びに行こうかなと思っています。で、面白いおもちゃを手に入れたので、それをちょっと使ってみようかなと。よいしょ。これ先輩から取り上げた、これでちょっと撮影してみようかなと思って、今からあの山奥まで行ってきます。出ました、タイザ国境。今日はね、これの下にちょっと降りてみます。橋の下にちょっと公園があって、そこで先輩と待ち合わせしてます。誰もおらんぞ。これだけすごいロケーションやのに誰もおらんて、ある意味寂しい。こんなとこですよ。これがあのタイザ国境の橋の下の公園です。すごいとこです。桜の木も立派な木が生えてます。あー、もうちょっと散ってるな。桜の絨毯ですね。来た来た、先輩来ました。軽トラ乗って登場です。来たな来たないいな、いいじゃろい。ヘルメット違うんで。それまた違うやつやな。違うだろ。そうだよ。なんだそら。え、なんだそら。これな、これな、ここはな、こん、こっちかな、奥滝かってか、こっち反対、反対、反対な、うん、こっち、奥滝かって書いてやろ、うん、これあの、ボランティア団体、うん、応援士がな、うん、こういうとこの草刈りとか、あのトイレの掃除とかな、もうボランティアの、そうそう、おじ、まあおじ、ついでやき草がら刈ろうかと思ったけど、草ねえわ。ねえわ、立派じゃん。うん。はぁ。よう、花咲いちょんな。これ。え、何て書いちょんこれな。日本赤十字。そうそう、赤十字団体の奉仕団体。大型。そうそう。そうそう。あ、奥、奥だけかいな。かっこいい。え、今日はよかろうえ。いいな。ちょっとヤッキじゃねえんだよ、これ。そうなん。これヤッキじゃねえんだよ。そうなんだ。ジャンバーじゃん。うん。思考がいいな。昨日な、雨降って草刈りしよったら来ないの。みんな知らんねえやね。知らんのかな。いや、まあ俺ね、知らんかったけどな。うん、そうやろ、うん、知らんねえな。知らんっていうことは もっとアピール。そう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 、 PR な、 PR が、うん、足らんちゅうことやん。市の PR が足らんねん。まあそうだろう、うん、こんだけ立派な駐車場を作って、トイレまで作って、そうそう、みんな対策協議来てくれんかな。なし、今度の公園いいとこなあ。なあ、ほんと。いや、もうせやな、ちょっと、いいよ。なあ、ドローン飛ばしてみる。ドローン飛ばそうや。充電してきたりな。飛ばしみよ。
これバッテリーはそげ持たんけんな。いで、はい回って、はい回って回って、回って回って、下、え？逆じゃ。そのカメラが下じゃ。そうじゃそうじゃ。目もあるわ。そうじゃ。反応した？知らん。画面映った？画面映ってる。あ、ほんならいいわ。どうやろ。行きみな。行きみな。これ以上行ったらいかんっていうところで帰ってくるわ。ああそうなん、うん、これ今前に進めるんやけど、うん、ほらほら、あもう戻ろうとする。あそういうこと、電波が届かんなるっていうことだ。もっと向こうにある時期を、一番端まで行ける。多分いかんな。え、風かな。帰ってきたよね。ちゃんと取れたんな。ちゃんと取れたんだ。
先輩とちょっと合流して撮影してきました。ドローンの撮影で行ったんだけど全然撮れてなかったっていうかね、まあ、うまく撮れなかった。充電がすぐ切れたりとかちょっとコントロールが難しいとか、まあちょっとドローン自体がね安い安物なんで先輩なんやけど、まあ、もうちょっとコントロールもうちょっといいやつを先輩に買ってもらってかっこよくプロモーションビデオみたいに撮りたいなと思ってるんで早くいいやつ買えっていう言ってきました。なんかねやっぱコントロールが難しいですねドローンはね。風にすごい煽られたりとか、あとまあそのスペックにもよるんだろうけどコントローラーからドローン本体の距離が離れるともう電波が届かないのであまりこう遠くまで飛ばせないっていうのと、橋の下をねくぐらせようかなと思ったんだけどそこまでちょっと届かなかったんですね。あとまあすぐバッテリーが切れたりとかして10分も持たないですねバッテリーを。なのでちょっとまたいいやつを買ってもらった時にもう一度かっこよく撮り直したいと思います。じゃあまた次回もなんかいいお話があったら紹介したいと思います。では。